側も細かく分かれています。イメージングとか MRI とかそういうような計測技術が発達してきたので、その計測技術が発達したことによって取られたデータをそのままダイレクトに使うっていうのが、今回の売りになっています。